おはようございます。ジレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。ウェブ研修を受けてる時がね、最近は多いです。研修システムが充実っていうのは本当に間違いなかってさ、だいぶね、その予定表とか見たらね、本当に月から金までずっと研修入ってるんですね。正確に言うと、配属先が決まってない人はその研修を受けるってわけだから、もちろん配属先決まったらもうその研修は受けなくていいんだけどね。いやでもね、ウェブ研修受けてて思うんだけどね、カメラとマイク切れるのはマジでいいっすよ。ずっとね、カメラもマイクもつけてさ、受けろって言ったらそれはもう辛いよな。でも、学校とかの授業ってどうしてんだろうね。マイクとかカメラつけると重くなるからつけてないって言うのかもね。でも今の学校とか本当にそうなのかなと思うと時代を感じます。はい、私がね、ちなみに私はね、小学中学校の授業今回使っていくらね、ゴールデン装填ゴールドマンゴールドマン黄金三重士が来ました。かっこいいな、黄金三重士っていうだけでなんかちょっとかっこいい絶対1名浮いてる。さあ、この黄金三重士によるね、バトルロードが始まりましたメタル固めとかはさ、実機でもできたんですけど、このゴールデン系統、ゴールデン当店、ゴールデンスライムに関しては、完全に、その DLC が来てからの存在だったわけじゃないですか。うん。なので、ゴールデン系統で固められるのはね、ついにいよいよ来ましたよ、ゴールデン系統で。なんだかんだでも、昨今の作品ではゴールドマンでボーナス的ってことも結構ありますからね、なんだかんだで。はい、勝った！ OK！さあ、ゴールデントーテムに関してはね、DLC でね、ついに出ました。てか、今まで使ってなかったね。来ました、ゴールドストライク。もう、スライムタウンのコンパチでございます。行くぜー、結局これよ。せーの、はい、ワン、ツー、スイッチ。やっぱこれよ。ね、DLC の9で S ランクを取ることによって使える、ね、ゴールデントーテムでございます。はい。まあ、ゴールデンセブンと全く同じですね、ほとんど性質は。おーっとゴールマン、ヒュッて、あーゴールマン、ヒュッて言った。ゴールドマンがヒュッて言いました。でも基本的にね、誰？あー、ごめんなさい、もうやめて。やめて、うわ結構食らう。ゴールドマンがさ、いや、ちょっと待って、それはダメ。やめて、おいオッケー、ゴールドマン、ゴーストがばかり終わった、ゴールドじゃねえよ。来ました、ゴールドマン、黄金の波動打ちます。行きます。なんか一人違う。奥の波動だ、行くよなんか一人違うんだよ。絶対浮いてんだよね。あー、ごめんなさい、止まってんね。まあ、よくあるね、ソーシャルゲームのダークウェイタクトでもね、ゴールドマンはボーナス的として出現することが多いんでね、はい。なんで、決して浮いてるわけではないはず。なんだったら作品によってはね、ゴールドマンにダメージが通しづらい作品だってあるんだから大丈夫なはずなんですよ、理論的にはね。誰？これ、ゴールドマンが一番ね、おい、あ、でも結構かな、結構だな、うん。頼むわ。ゴールドシャワー？ん？これはまさか？え？あれこれって確か俺知ってる。全部集めるが大金持ち。うん、微妙。ウルトラフラッシュの方が絶対いいな。絶対ウルトラシャワー、なんかさ、ウルトラフラッシュ？スライムタウンのウルトラフラッシュの方がいいもん。まあ、強みとしては、ゴールデンスライムもね、ゴールデントーテムも、スライムとメタル称号を受けるんで、上がった力を活かしやすい。ハグルメタルも同じですよね。上がった力を活かせるのがでかいです。おー、来ました、チャブ台返しの第一の怒り。おい、行くぜ。んー、チャブ台、よいしょでも、このゴールドマンが頑張ってくれる気がするな。いやー、でも、なんだかんだでさー、いいねー結構 Wi-Fi でもいたみたいですね。ゴールデントーテムの、ゴールデンスライムはわかんないけど。ゴールドストライクは、やっぱ強い。素早さが速いと回収が出やすいっていう仕様もあるんで、このゲームには。それも相まってね、ゴールドストライクは威力も高いしね、回収も出やすいスーパー技と、ね、なっております。はい。まあ、体感回数もね、だいぶあるよ。スライムで固めるじゃん。多分、本来はゴールドマンがいなくても、そのメタルスライムとかに変えれば、だいぶいいと思うんですよ。スライムチームになる。スライムチームの補正って、以前の動画で紹介した通り、めちゃくちゃ強いんですよね。はい。なんで、ここをメタルに変えるだけでもね、だいぶ、いいチームになるんじゃないかな。特に、Wi-Fi 対戦みたいに相手のチームが見えなかったらさ、おー、ワンちゃん、避けていく。ね。呪文効かないよってなったら結構、強いからね。一部呪文チームを積ませられる。魔力覚醒とか、山彦が出てきたから、呪文チームが流行ってるわけですよ。Wi-Fi チーム。あ、今わかんないけど。
だから大穴だよね。はい、大穴にはなります。ただしこのチームの場合ゴールドマンが全ての呪文を受けるただしですよ、このチームの場合はゴールドマンがね全てにおいてねダメになりますけど、あーもうゴールドマン、ほらゴールドマン、ゴールドマンゴールドマンがボッコボコにされんねんな。まあでも見ててください、ほい32、お分かりですか、ゴールドマンが32しか受けてません。これですね、さすがに私モンスターマスターのマスターダブルスキャンで、このままだとゴールドマンボッコボコされるよねって目に見えたわけですよ。ぶっちゃけ言うと大魔王とかでも目に見えるわけですよ。それだったらメタル狙わせた方がいいじゃないですか。ということでね、マスターダブルスキャンしたゴールドマンに何を使うんですか。ゴールドマンにねプラチナキングでした。さあ発射、プラチナキングマスターバースキャンしたんで、ゴールドマニア。ゴールドとプラチナの輝き。あれ強いな、こいつ。あれ強いな、こいつ。わ、続くぜ、この動画。いや、どうなの、大魔王戦ってどうなんだろう。呪文はゴールドマンが吹き飛ぶ。幸い、大魔王の攻撃に単体呪文みたいなのはないから、大丈夫、呪文はまあ大丈夫なんだけど、どうなんだ。さあ、バルボロスがね、とりあえず軽く乗せたいとこでありますが、不安要素としては、メタル2体採用したせいで、HP が低いです。おまけにプラチナキングマスターダブルスキャンしたところでさらに低いです。1700っていうのはね、大魔王戦に挑む HP じゃないですね。はい。大魔王に挑んだ方ならわかると思うんですけど、メタル系統ってプラチナキングがいい例なんですけど、1000とか普通に食らうんですよ。プラチナキングで1200とか食らってもおかしくないんですよ。これもやばいな。あー、まあバルボロスは所詮こんなもんか。オッケー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 。大魔王の攻撃でメタル系がさ、安いやつとさ、800とか900とかさ、出てくるじゃないですか。それを考えると、1700という HP は一体何をしに来たのかわからない。2ターンキルもあり得る。おー、ナイスー!2 ターンキルもあり得るわけなんですよね。ゴールドマン硬くしてもメタルの2体は柔らかいからね。よいしょー、まあいいよいいよ。全然大丈夫。ここらや、とどめ打って、次のターンに勇気貯めてっていうことしますんで。いつも通り行きます、ここは。さあ、まずここで600ぐらいに乗せられるんですよ。さすがにバルボロスの攻撃さっき食らった感じ、まあやられる気はしないけどね。ああ、はいはい、オッケーオッケー。全然オッケーよ。あと、ちょっと懸念されてるのが、攻撃性能低いね。メタル系統がゴールデンストライク、ゴールデンカッターで、まあ、会心出せばさっきみたいに500打点出るんですけど、そうじゃなかった場合、大魔王打撃耐性あったらやばいな。で、ゴールドマンはプラチナキングマスターバスキャンしたんで、硬いんですけど火力ありません。あと、別にゴールドマンって、プラチナキングスキャンしたんだけど、プラチナキングっていうのは、打撃耐性を上げるだけなんですよ。なので、どういうことかっていうと、属性攻撃のみな場合、帝王の怒りとかがそうですね。赤面スタークの帝王の怒りがいいなんですけど、打撃を含んでいる属性攻撃だけだった場合、プラチナキングの耐性は生きないです。そこは怖いね。さあ、とりあえずこのターンにね、仕留めることはできそうですけど。はい、ゴールデンカッター、せーの、あー、よいしょ。さあ、ゴールドマン、仕留めてくれ。来ました、ゴールドン。ゴールドに惚れた、ゴールドの男、ゴールドマン !181。まあ、バルボロスという相手が悪いんだけど、どっち?これ、エルギオス?エスターク?ドリアム?なんか何来てもやばい気がする、これ。順当に来ました。エルギオス。あー、赤目かーこれさ、最近ちょっと白目にも負けたからね、ちょっと赤目そろそろ勝ちたいね。そろそろ勝ちたいけどさ、この、まず1ターン目から死ぬんじゃねえかな。邪眼引いたらやばいっす。ジャガンっていうのは灼熱属性とかの攻撃なんですよ。打撃を含んでません。これはどういうことかっていうと、打撃に耐性持ってるメタルたちとかいるんですけど、まあメタルって属性攻撃は普通に効くんですよ、この作品。どういうことかっていうと、みんな吹き飛ぶんですよ。多分みんな400ぐらい食らってもおかしくないっす。ぶっちゃけ言うと。で、やっぱ打点が足んないか。そうだよね、打点足んないよね。このターン、天使の断りならなんとかなるけど、ジャガン引くと、えらいことになりそう。ゴールドマン灼熱弱いしね。んで、ゴールドマンって黄金の波動で灼熱打つ割には灼熱弱いんですよ。あ、言われてねえじゃんお前。どうする？ねえ、避けて、避けないとダメだこれ。避けて避けて避けて。ああ、面白いな、面白いな、このゲーム。もう終わったわ。ちょっともうこのゲーム終わりそうなんだけど、次絶対レベルで死に目、
さっきから、もう分かってたんだけどさ、ジャガンであんな感じです。ということで、次、絶対レード引いたら死です。悲しみでも死です。というか、悲しみも打撃爆発なんで、まあ多分、予想できる感じにやられていく。なんかもう見えてきたよ、勝負が。勝負見えちゃったなぁ。ワンチャンこのさ、ゴールサイクルたちを会心出しまくるしかないかなと思って、グランドメイン打っちゃった。いやぁ、会心出ないね、こういう時に関しては。いやぁ、会心出してほしかったなぁ。きついなぁ。ワンチャンマン大事、避けるしかないか。てか、ゴールマンさっきジャガンなんで避けなかったの？はい、悲しみ来ました。避けます！避けようと思います！耐えるかな？いや、耐えないな。うん、ほら。論外。帰って。論外。論外っす。その前に。もう涼しいの？何これ？死者の声回避した。弱点ってやばいよ。メタリンちゃん調子いいね。だいぶお前ら回避出してる。張り切ったらマジで張り切ってるぞ、お前ら。いいのかよ、これで。いいのかよ、このトッパフォーム。いや、過去の動画を見返して思ったんですよ。メタルチームあれさ、みんなやっぱ見たじゃん。見ていただいたじゃん。で、メタルチームで勝ったじゃん、ゾーマ。ゾーマ勝てるでしょ。メタルチームで勝てたね、ゾーマが、このメタルの上を行くゴールデンチームで勝てないわけがないんですよ。わかります？おい、ゾーマさんわかる？俺はね、ちなみにね、負けそうだと思うな。あの時と違う要素を、箇条書きでまとめますと全員メタルではない大きな弱点です。メラゾーマが全体呪文とかマヘド全体呪文でしょ。ゴールドマンは別に呪文耐性があるわけでも何でもないので打撃耐性はあるけどね。というわけでね、ゴールドマンだけでね、なんか400とかね600くらってもおかしくない、さっきみたいにね。はい。ナイスー。あとね、赤目で死ぬ。あと大事な問題としては赤目で死にますよね、これ。メタル系の時も結構赤目で苦戦してたと思うんですよ。なんだかんだで。で、なんだったらさ、赤目来たところでその打撃属性の技が少ないんですよ。サイコキャノンぐらいしか。ということでゴールドマンが吹き飛ぶんですよ。さあ、問題はここでね、言った通り来てくれました。メラゾーマです。多分ゴールドマンがね、400ぐらい軽く持ってくんでしょうね。はい。まあ、わかるわ。飛ぶんでしょ？って。先般じゃないのこれもしかして。もしかしてさ、ゴールドマン大先般ではこれもしかして。もしかしてお前先般になりに来てない？自分から先般になりに来た？ゴールドマンそれでいいのか、ゴールドの男。女神に愛したゴールドの男それでいいのか、おい。きつー。きついなぁ。とりあえず、意外とこのゴールド軍団が頑張ってるわ。ゴールドマンお前じゃないよ、ちなみに。いや、お前じゃないからね、今。なんか今、なんすかみたいに来たけどさ。違うよ、なんすかじゃないんだよ、お前。一応確かに打点は取ってるよ。うん、それは認めるんだけどさ。黄金の旗も強いよ。認めるんだけど。あまり適任ではない。マヤドは大丈夫です、ちなみに。マヤドに関しては大丈夫なんですけど。大丈夫とは言ったよ。まあ確かに。俺は大丈夫とは言った。うん。どうだろう、大丈夫だと思うよ。ゴールマン確か氷には強かったし。うん、そうだね。オッケー。全然オッケー。これならオッケー、全然。そうすると、負け筋は何だろうと思ったんですよ。通常は勝てるね、多分。まあ呪文ばっかりなんで、まあ呪文受けるのはゴールマンただ一人なんで、その関係上、耐えることはできそうだね。サイコキャノンがゴールデンスライムとかに当たって、それでどうなるかぐらいかな。ダメージ。こう考えるとプラチナキングでゾーマ挑むってよほど無駄だった、ね、無理なことだったんだよね。てかよく出すね。調子いいね。ジゴスパーク。これどうだ？ゴールドマン大丈夫？あー、よし、まあ、オッケーじゃないよ。なんでおめえだけ食らってんだよ。もうメタルスライム3体だったらこうはならなかったよ。あー、ナイス！あのさ、まあ、ここは SP 使わずに行こう。まだ凍てつカードのタックがある。まあ、ヘドはさっきくらいで分かってる。メタルチームだったらこうはならなかったじゃん。なんでこのメタルチームだったら完封してたじゃんね。メタルチームだったら完封してたところをさ、ゴールドはお前が一人いるだけでね、随分パーティーバランス悪く見えるわ。パーティーバランス悪いな、なんか、このゲーム。
単体攻撃呪文とかあったら終わってたな、ゾーマに。おう、まあまあまあ、十分十分、全然大丈夫よ。高校行ってつかの可能性あります。はい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 。まあ、この場合、5ターン目まで耐えれば勝ちです。で、5ターン目が、技的に、ジゴスパークが300だったし、サイコキャノンで600なんてことないでしょ。うん、ないないない。さすがにね。よいしょー、ナイスナイス。あれこれ溜まったか。いや、溜まってなかった。まあ、塩梅取っときましょう。ここは一応塩梅で、賢者に使っといたらもう勝ちですね。まあ、凍てつカードないんで、相手このターン、大丈夫です。これで。まあでもこうなると、凍てつカードもないし、絶対まず、白身は、さすがに白身はまあ、メタルの底力でもね、メタルボディの底力で、白身はなんとかなったな。ここ負けたらもうお前ね、何も言えなかったよ、本当に。城で負けるのはね、もう爆弾だけにしてほしいから。ここはまあ余裕持って耐えて。あー、最後キャノンの暗い見たくたかったなー。まあしゃあないか。まあ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 。課題は赤目だね。全体の炎特技とかあるから、やばい。それは本当にやばいなーっていう。本当に危惧してるなー。大丈夫かなー。あー、いや、出んなー、君。火力は結構出るんだなお前ら。心臓マンも火力は大丈夫そうなんだけどね。さあ、とりあえず無事にね、倒したはいいんですけど、問題は赤目でさっきみたいに2ターンキルで瞬殺されました、バイバイみたいな動画だったら僕どうしようかと思ってます。あまりのメタルのね、横暴さに切れた。呪文を捨ててね、全部特技やってきた。そんなゾーマさんは今目の前にいます。これが問題だよね。うん、自信なくなってきた。さあ、まあ、とりあえずまずは光の玉使うので、ね、一旦分の勇気がね、ここでもらえるのはでかい。モンマスにとって、ここの勇気がさ、自分だけノーリスクで上がるのってやっぱいいよね。さあ、こっからですよ、問題は。一旦目、マヘロが呼び声の策です。呼び声が、確かね、メタルチームの時の攻略って呼び声そんな食らわなかったんだよね。その、呼び声のパターンがそもそもそんななかったのが良かったんだけど、どうなんだろう。呼び声さ、これさ、ゴールドマン死ぬよね。死ぬと思う。で、多分、打撃入ってない技は、メタル系もさっきみたいにジャガンで吹き飛んでたことを考えると、ゴールデンスライムたちも吹き飛びます。つまりどういうことかっていうと、2ターンキルがありえます。またかよ。またそれは勘弁してほしいんだけどね。ねシャープ270言ってんだよ。2ターンキルされました。あはははじゃないの。まあ僕はそういう動画が面白いと思ってますけどね。僕は多分それでも編集してるんだろうな。おいしょナイスーそう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 。火力大事。おしオッケー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 。まあ全然オッケー。ここ前やとでかいな。呼び声を回避するだけでも全然違うからね。あ、結構暗う結構強くなってるお前。ね、波動じゃないやん。てか、これ大地の怒りよかったか回心狙いしこう。せめて回心狙いおしいい、十分出てる。で、ゴールドブラスター弱点取れてるから、このままでいいね。なら、安定して、ゴールドブラスターの打点が取れてる。打点はいいね。意外と。さあ、このターン、一手破壊豪華の卓です。魔界の豪華やばいなーゴールドは避けてほしいんだよね。てか、プラチナキングスキャンしてるから、避ける可能性あるんだよね。25% だよ。なんで一番やばい攻撃とかはゴールドマンが避けてくれれば、まあ普通にもしかしたらあるって感じですよね。あしゃあないしょ、これこれ、いいよ、勇気がいい感じに溜めれてるぞ。はい、波動打つぞ、よいしょ、いいよ、ゴールドン。頑張ってくれ。あー、ここ引くか。どうしようかなー、でも次、まあ買いに行こうか。ここ暗い大事、見とこう。で、その次、スペシャルカード見よう。あ、避けたのか。このターンに破滅の炎で死ぬわけにはいかない。グリーンガムでもよかったか？グリーンガムでもワンチャン よかったかな？これ、塩梅取っちゃったね。ちょっと今、ひよったな。グリーンガムでもよかった。ただ、このターン破滅の炎を敷いて死ぬわけにはいかない。引いて死ぬわけにはいかない。避けます。頼む、避けてくれ！避けて、うわぁ、うお、銃で残ったぜ！銃で残ったぜ！え、待って、銃で残ったけどどうする？え、どうすんの？このターンワンチャンある。いけ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 ！お、いけ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 ！押し切ってくれ！
押し切ってワンチャンゴールドタワーがゴールデン当店が会心誰か会心出せばワンチャンあるぞ。はい、いけ、はい、ワン、ツー、スイッチ、イエーイ、いけ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 、え、ゴールド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 、え、いける？ゴールド、幅を打つぞ！よっしゃー！やった！いった、いった！いった！行きましょう！最後、ギガブレイク！いや、これ登ってなかったら面白いな。いや、いける、いける。フローラとかはダメだけど。はい、よいしょ！ 28、よっしゃー！すごいすごいすごい、やったぞあれでも回避したの誰だっけ。ゴールデントーテムだよねおかしいな